どうもこんにちは。今回はですね、最近買ったものの中から良かったもの、いいところをランキング形式でお伝えしようと思います。家の中だったりベランダだったり、そういったところで使えるものもあるので、ぜひですね見てみてください。それでは参りましょう。第5位、こちらイージーキャンプのクッカーセットです。まあ、あの箱から見てわかる通りですね、そんなに高いものではありません。まあ早速中開けますね。イージーキャンプのクッカーセット、まだ持ってなかったクッカーセットなんですが、なるべく安いもの、そしてセットに納得のいくものを選んだのがこちらのクッカーセットです。大中2つの鍋とフライパンのセットなんですが、これはね家でも使ってます。アルミの鍋なので、ステンレスの鍋と違ってですね、ラーメンを作る時なんかにお湯が早く沸いてくれるので便利なのと、多めの量で調理ができるのが嬉しいポイントです。家で過ごす時間っていうのはですね、ソロキャンプみたいにこう一人でのんびりしようというふうにはですね、いかないことが多いので、家族みんなでとかですね、家で楽しむのにも、この大きさの鍋、いいなと思います。まあ、大体量的に言えばですね、3人用ぐらいかなという感じなんですが、家の中やですね庭先でキャンプ遊びを楽しみたいという人もですね、今の時期多いと思いますので、そういった方にもですね、こういったクッカーセット使うだけでですね、かなり雰囲気も出ますので、使ってみるのも楽しいかなと思います。値段的にもですね、3000円以下と買いやすい金額になってますので、ぜひですね概要欄の方にリンクを貼っておきますので、見てみてはいかがでしょうか。第4位、食器用バッグです。これがね100均であると思わなかったんで、ついつい買っちゃったんですけれども、何枚ぐらい入りますかね。高さが12センチの、直径が29センチと、セリアのキャンプグッズ、100均のキャンプグッズっていうのはかなりチェックしてまして、すでにですね過去にいろいろ買った上で選んだものなんですが、ここからさらにですね、食器用バンドだったりとかですね、アルコールストーブ用のごとくなのかな、なんかそういったものも増えてるみたいです。ちなみにですね、食器用バンドはもう購入済みなんですが、こういったですね痒いところに手が届くというか、そういったものをですね100均で購入できるっていうのは、まあ、すごいなと思います。で、メーカーものじゃなくてもですね、結構そういうのって100均で十分だったりするんですよ。なのでですね、100均で使えるものっていうのは、まあ、積極的に買ってもいいのかなと思ってます。当分キャンプには行かないんですが、食器袋だったり、我ながらですねこの時は結構いいものをご紹介できたんじゃないかなと思ってます。今のところですね、セリアで買えるキャンプグッズで欲しいなと思ったり、実用性があると感じたものはあらかた揃え終わったので、ぜひですね新しいキャンプグッズ、新商品をお待ちしております。やっぱ楽しみですよね。第3位、もうねこのために作ったのかなっていうぐらいシンデレラフィットします。で、蓋もできますよと。なのでですね、火起こしと火消し、これを合わせて350円でできてしまうということなので、こちらがですね想像通りの使い方ができるかというあたりをちょっと試してみたいなと思います。ダイソーの火起こし火消し壺、まあ、火起こし火消し壺と言ってますが、実際はですねオイルポットとステンレスカトラリーっていうものなんですが、ちょうどですね火起こし器と火消し壺として使えると思ったので、購入したものになります。350円という安さと1人分の炭が起こせるというのが魅力です。火起こし器はね結構大きいものが多いので、こういったね1人用の火起こし器、そういったものがあるとですね便利なんじゃないかなと思います。ステンレスカトラリーですが、こちらはですね周りをウィンドスクリーンで覆ってあげると、二次燃焼ストーブのようにですね綺麗に炎が全ての穴から内側に流れるのが見えました。風によってですね炎が穴から外に逃げてしまうという弱点があったんですが、こちらはですねウィンドスクリーンで十分問題点が解決できたんじゃないかなと思ってます。火消し壺に関してはですねステンレスカトラリーがオイルポットにぴったりと収まりますので、両方無加工で使うことができます。特にね DIY する必要もありません。なので、工具類だったりそういったものもいりません。本当ただ買ってですねスポット入れるだけで使うことができます。まあ、メーカーさんもですね、まあ、需要がないのかな、需要がないからこの一人用の火起こし器と火消し壺っていうのが、まあ、出ないんだと思いますが、まあ、かなりねニッチな需要になるとは思うんですが、どこかのメーカーさんとかがですねこういったものでちゃんとしたものを出してくれないかなと思ったりもしてます。第2位、
ホットサンドメーカー、ハムチーズサンドをですね最初に作ってみたホットサンドメーカーですが、他の料理を楽しみたいというのが、購入したメインの動機になってます。もうだいぶ前からですねホットサンドメーカーで、ホットサンド食べさせてもらったりもしてたんですが、まあ、なかなかね買うっていうところまで行きませんでした。なんですがホットサンドメーカーっていうものがですね実際は、他の料理もできたりするんだよっていうのを見てですね、これは買うしかないと思って購入したんですけれども、餃子やですねお好み焼きを焼いてみたりもしましたが、いろんな可能性を感じる調理器具じゃないかなと思います。とりあえずね挟んで焼くっていうだけなんですが、裏返すのもですね蓋をしたままでできますので、焼き加減さえ間違わなければめちゃめちゃ楽です。ただまあ注意点なんですけれども、弱火から中火で使う必要があるということと、裏返す時にですね肉汁とか汁がこぼれるので、その辺はですね皿の上でひっくり返すとかして、ちょっと注意する必要があるんじゃないかなと思います。もうほんとねこれもどんどん使っていきたいなと思っているものです。そして第1位、折りたたみ式の焚き火台。キャプテンスタックのかまどに似たものなんですが、これ関係の動画をですねいくつか出してたことからもお分かりいただけるように、実用性だけじゃなくてとにかくこれね楽しいんですよ。なんていうかこう小さい焚き火台を使ってちまちまやる楽しさっていうんでしょうかね、こうちまちま料理しながらちょいちょい飲んでいくみたいな、そういった楽しさがあります。ソロキャンプを始めた頃の初期衝動っていうんでしょうかね、そういったものを呼び起こしてくれるような焚き火台でした。主にですね炭を使うことをしたくて、小さな焚き火台を探してたんですが、高さを変えればですね熱源としてシングルバーナーだったり固形燃料も使えたりするので、使うシーンに応じて臨機応変に対応できるというのも嬉しいところです。収納すれば小さくなりますので、場所も取りません。焼き網なんかも一緒に入れるケースをですね100均で購入したんですが、それはまたいつかご紹介しようかなと思います。ちなみにですねこの焚き火台を使ったシリーズ動画の中で、登場した焼き網なんですが、今回のランキングにはですね登場していません。なんですがチタンの方はねかなり気に入ってます。ですが、ステンレスの方はですね、まあお察しいただければなと思います。ということで、最近購入したもののベスト5、こちらをご紹介していきましたが、いかがでしたでしょうか。自粛している間にですね物がいろいろ増えていきそうな予感がしてますが、この動画をご覧の方でですねこれが欲しいんだけど躊躇してるからレビューしてほしいというものがありましたら、ぜひですねコメントをお寄せください。手の届く範囲のものであれば、購入してレビューしたいなと考えてます。今回ご紹介した動画はですね、概要欄の方にそれぞれの動画と Amazon のリンクを貼っておきますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。それでは。